この出版社に勤めていらっしゃる女性の方から聞いたお話なんですけどこの女性がねある日深夜まで残業してたそうなんですよでこの残業をしてたら誰もいないまあ,ある程度何階か建てなんですけど何階かのこのビルで全部その出版社らしいんですけど えー、内線電話がかかってきたんですねで誰もいないはずなのになん誰だろうって思って誰かいたのかなひょっとしてと思って内戦電話取ったんですそしたら何にも言わないんですね「もし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 」ずっとこっちが問いかけても無言なんですよ ももももし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 でずーっと言うけど何にも返答がないんでマチが開かないからガチャって切ったんですねえー、でその内戦電話があった場所ってのがちょっと上の階にあるうーとこなんですけどその内衛の番号が誰かいんのかなと思ってまあいいやと思ってまた作業してたんですそしたらまた電話がプルルってなって でまた同じところから電話がかかってきたんですよ。えで電話取って「もし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 」って言うんですけどまだ何にも言わない。「もしもし何ですか?」。何にも言わないんでって思って電話を切ってでちょっと腹立ってきたから上に行って確認しに行ったんですよ。そしたら誰もいないんですよね。 えじゃあこの内線電話どこからかかってきてんのちょっとなんか怖くもなるしんなもずっとかかってくるかもちょっとイライラもしてるんですよいろんな感情が巡ってる中でずっとまた作業してたらまたプルルってなるんですねでガチャっとって「もしもし何なんですか?」でずっと何も言わないでそこでその女性が「いい加減にして!」って言ってガチャンって切ったんです 作業も終わりかけだったんでもういいやったのである程度終わらせてそのまま家に帰ったんですよ。で家に帰って、ね、ふんふんってこうまあまあまあちょっとこう、まあ、あさっきあったもう嫌なことっていうかもう忘れて、まあ、着替えて、えーまあ、ちょっと夜食でもみたいなようなことでやってたんですよ家で作業。で帰ってきて留守番電話がついてるのに気づいたんですね。で、まあ、留守番電話のポンって押して着替えてたりしてたら向こうで一軒ですって。 っていう言葉とともに急にその受話器、えー、電話機から「いい加減にして!」って声が聞こえてきたんですよ。え何今の聞き覚えがあるんですよ。さっき会社で聞いて内線電話でかかってきて。 私その方がね言い放った言葉自分が言った言葉がなぜか家の電話留守電に入ってたんですよ。この会社の中だけだったらなんとなくわかるんですけどじゃあかかってきたのはこの電話だったのでもこっちからからけてくるん でむこっちから向こうに家にかけるんだったらわかるけど内線電話取ってるしそれはありえないし外線じゃなかったからじゃあ何でさっき言った言葉が何でこの留守番電話に入ってんのこっちからかけたことになってるんですよ。全く意味がわからないこの時一回こっきりだけだったんですけど、まあ、こんなことがあったというお話でございます。 ある男性がですね <laughs>、まあ、A 君という男性が B 君っていう、えー、同じ大学に通う友達の家に遊びに行ったんですねでこの B 君の住んでる、まあ、アパートマンションかなマンションが、まあ、エレベーターで上っていって、えー、多分4階ぐらいなんですけど いつもその B 君の家に遊びに行ってたんですね。で夜、まあ、いつも飲んで過ごしてたりするんですけどまあその時その日ですねまあ飲み物とか食べ物とかが途中なくなっちゃってでじゃあ俺買ってくるわって言って B 君が近くのコンビニに買い物に行ったんですね。でしばらくして。 B くん帰ってきたんですけど玄関先に突ったってか首かしげてるんですよ。んって。で B くんそれ見て「えどうした?」って聞くと「いやえー、俺なんか変なもん見ちゃったのかな」ってなんか言ってる,言ってるんですね。で何って聞いたら 1>, 1階からエレベーターで4階に来たんですけど上のボタンを押して上るボタンを押してずっと回ってたんですねそしたらそろそろエレベーターがやってくるなっていうような時になったらこのエレベーター小窓がついてるんですけどこの小窓を眺めてたらエレベーターが1階に降りてくる寸前この窓に。 人の顔がふうって現れて消えてったんですって。でえって思ったんですけどそんなことあるわけないじゃないですか。だからえ俺何見たのかなまあ言ったらガラスに反射してたりって自分の顔見たのかなでも顔消えてったしな。で俺何見たんだろうってなんか不思議そうなね変なもん見た。 ってていううね、まあ、不思議そうな顔してるんですよ、まあ、恐怖というか何なんだろうって言ってるんですよ。でいやな,なんかどうなんだろうねみたいな話してて、まあ、たまたまなんか勘違いじゃないとかっていう話をしてて、まあ、そうかって言って買ってきた飲み物食べ物食べながらその日終わったんですよ。で、まあ、寝て起きたんですね。その日 A 君泊まってて で起きたら B 君いないんですよ。あれいないな。どっか買い物でも行ってんのかなって思ったらこの B 君がガチャってまだいや,いや帰ってきたんですね。そしたら今度は不思議そうな顔っていうよりも顔がちょっと青白くなってるんです。でうわ ええっっててなんんか言ってるんですねえど,どうしたどうしたって聞いたらい,いや俺見たのお化けかとかそんなのって思ってたけどあれお化けじゃなかったわって言ったんですちょっと来てって言って1回まで A 君連れて B 君がわって下まで行ったんですよ階段で。 エエレレベベーターーータタじゃななくてエレベーター使えなかったんですよ実はこのエレベーターでこんなことってあんのかどうかは知らないですけどでで、まあ、できるっちゃできるるっんでしょうねこのマンションの管理人さんかなか誰かが関係者だって確か言ってたんですけどエレベーターの下で首つってなくなってたんですって。 でそ,のなその首をつった状態のまま上行ったり下行ったり上行ったり下行ったりっていうのを繰り返してたんですってで朝方気づいた方がいて警察連絡してもう下に A 君と B 君下ずっと行って確認してるんですけどもうブルーシートとか貼られたりとか警察が来たり救急車来たりっていうのでもうえらいこっちゃになってたんですよ。 だからまあそういう、まあ、事件事故というかそういうことがあってもう俺昨日夜その B 君が、えー、行った時その顔っていうのは実際にそこで亡くなっていた方だったそうなんですよね。でそれ以来このエレベーターの窓全部ベニヤ板か何かで。 塞がれちゃったんですたびたびそこにそこで亡くなった方の顔が映るからっていうことですごいいろんな声があったそうなんですよそれ以来ベニヤで塞がれてるなのでもしですよもしですよ <laughs> こんなことが本当にあってそういった出来事何か幽霊を見るっていうことになってしまったっていうのが 事実であれば俺も1回だけ見たことがあるんですよ窓があるエレベーターのこの窓が何かで塞がれてるっていうエレベーターもしそれを見たことがあったり現時点で住んでるアパートマンションがそういうような状態になってるんだったらもしかしたらそこって見えるから塞がれてるのかもしれない。 えー、エレベーターの窓にまままつわるお話でごござざいいしたありがとうございますこれ僕の友人の,あの出来事体験談なんですけどあのー、もう相当かいつまむんですけど <laughs> あの異世界に行く方法っていうのを皆さん聞いたことある人いるかもしれないんですけどあのエレベーターでねか特定のこう動かし方をすると。 異世界に行けるっていうなんかありますよね。何回か何回か押したりとかしてあその階に行って誰かが入ってくるからその人と一緒に1階に降りてってそっから1階2階3階4階5階って屋上っていうか一番上の階まで行くとそこは異世界だみたいなようなやつがあるじゃないですか。でその友人があるマンションでこれを試したそうなんですよ。 なんだかんだこんなんだかんだっていうかこれまあルールがあるんですけどそれをもうあんまり覚えてないから言わないんですけどその最終的なこの1階までのえあとはもう1階2階3階ってずっとえっと上ってて一番屋上屋上をしてどこにも止まらなかったらいけるんですけどこの屋上を一番上の階を押して。 えー、あとは登っていくだけっていう段階までなったんですって。で,でよしあわここマジかじゃあこれ一回一番上まで行けばこれ異世界行けるんかってなってで一番上の階をしてい、えー、2回3回って上がってったんですよ。で2回3回4回。 5回っっっててなたた時にふわわ開いたんですねう,ー <laughs> うわもうちょっとやったのに何ってパッて外見たら言い方悪いですけどもうねう腰曲がったおばあちゃんがいたんですよ。ババそとりあえずばがいたって言ったんですけどもう腰曲がったおばあちゃんがねのこう押し車みたいなの持ってさこの座れるタイプの。 かーとでクス <laughs> こいつのせいかーって思い,いながらまあまあいいやと思ってもうあのー、この一緒に乗るのもなん,なんか嫌だから出てこのおばあちゃん乗るだろうからって思ってふってこう出てちょっとこう横のおばあちゃんにちょっと軽く会釈でもしながら。 ってやったらおばあちゃんその腰曲がってるとおばあちゃんがふって腰、ま、あの耳元まで顔近づけてきて「もうしたらいかんよ」ってその僕の友人にね言ってきたんですでうわってのけぞって腰抜かしちゃってでふってそのおばあちゃんがいたところを見たらもう誰もいなかった。 でも恐ろしくなってその場からちょっと階段でねもう猛ダッシュでもう降りてって今でもそのマンションがあるかどうかかな10年ぐらい前に聞いた話ですからちょっと定かじゃないんですけど北九州のどっかにこのマンションがありますそんなお話を聞かせていただきました高知に住むある方から えー、聞かせていただいたんですけど、まあ、その方の、えー、おじさんのその方の知り合いのおじさんの、えー、お父さんかなお,お,じいおじいちゃんお多分お父さんだと思うんですけどどうだったかな、えー、おじいちゃんからが,が,が体験したお話だそうなんですけどその知り合いのおじさんのおじいちゃんから <laughs>、えー、その方が そのおじ,お,お,じちゃんおじいちゃんがね、えー、仕事リタイアして、まあ、60代ぐらいなんかな6070ぐらいなんかな仕事リタイアしてでまあ、えー、趣味で近くにある川ででしじみが取れるんですけどこの おじいいちゃんんががすすごいしじみが大好きなんですよもうとにかくシジミが大好きでもう趣味としてシジミ漁を個人でされてたんですよ。でまあたまの休み休みというかまあ暇があったりしたら、まあ、いろいろやってるんでしょうけど暇があったりしたらシジミ漁に出かけて行ってで取ってきたシジミを、まあ、家の えー、キッチンで桶に水入れてしじみ入れて砂抜きをしてるんですねでもしじみの味噌汁作ったりしじみ料理を作ってたんですよある日このおじいちゃんがパッて目を覚ますと家の中が慌ただしいんですね何だろうなと思って「どうした?」 で家の方に聞いてみたら「大変大変大変なんだよ」泥棒が入ったって言うんですよ。えってな,なんか盗まれたのかって言ったら最終的にこの家で盗まれたものってのがシジミだけだったんです。笑い事じゃないと思うんですけどシジミがね この桶に入れて砂抜きしていたシジミがガッサーって全部持ってかれてるんですよ。で他のものは大変それが点々とシジミがね転がってたりなくなってるからこれ大変だって思ってし泥棒入ったと思って家の中をずっと探すんですけど何がないかこれがないかって探すんですけどい,何もない,んですよいくら探しても盗まれたものっていうのがシジミしかないんです。 なんでシジミだけってなるんでですよねで近隣の方々にも「あのうち泥棒が入ったみたいなんですけどなんか被害とかありませんでした?」って聞くんですが「いやいやそんなんないですよ」って言うんですよ。なんでこのおじいちゃんのお家のおじいちゃんの大好きな砂抜きしていたシジミだけが盗まれてるんですよ。えっ、ー、てまあシジミ大好きですからね。砂抜きししてるし ちょっと食べようっていうのも思ってたから残すごい残念ショックで落ち込んでたんですけどまあ他に被害がなかったからまあいいかっていうことでまあとりあえず気を取り直してまたシジミ漁に行ったんですよ。でシジミ漁行って取ってたシジミをまたおけんに水張って砂抜きしてたんですね。そしたたたらままだけ盗まれたんですよ 次の日またしじみだけなくなってたんですよ。あれこれ何なんだで盗まれてるのがしじみだけなのでこれもう他の何にも盗まれてないからやっぱちょっと気味は悪いんですけどそれ以上におじいちゃん腹立ってきたんですね。なんんで俺ののの大好物のこしじみだだけ狙われるんだということでおじいちゃんこの。 しじみまたシジミを取ってきてで砂抜きしてたんですけどその日の寝ずの番をして泥棒をとっ捕まえてやろうと思ってずーっと長い棒みたいなもん持って待ってたんです夜中みんなが寝静まった頃におじいちゃんその砂抜きしてるシジミの目の前でずーっと待ってたんですよで 深夜になって0時1時ぐらいですかね、まあ、夜も深くなってきた頃にちょっとおじいちゃん深くにもウううとうどっとしてきてしまったんですね。でうと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 ふっと眠りそうな時にガタゴトっと音がしたんですよ外で。えふっと目覚めて「はあっいかんいかんいかん」。 なんか物音したそしたら勝手口の扉が「いー」って開くんですでその開いた扉から月明かりがふーってさしてきて人影がふーっと家の中に入ってきたんですよでその「いや来た!」っておじさん持ってた棒をギュ と、握り直してここに来たら絶対にやってやる持ってったら絶対やってるからってずっとグッて歯を食いしばりながら持ってる棒をもグッと握ってそのシルエットを見てたんですそしたら入ってきた時こう気づかなかったんですけどなんかシルエットがなんか長い髪で でもこれも女性なんですよ。でだん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 嫁も聞いてきて差し込んでくる明かりを頼りにこの姿をはっきり見ようとしたら見えたんですよ。それがもう完全に女性って分かったんです。でその理由がだ白いシャツかなんかでもんぺのようなものを履いた方だったんですよ。でこれこの地域では。 農作業とかをする女性の着るもんなんですねだからそれでもはっきりと女性だって分かったんですで髪もバーって長いでその女性がそのしじみの桶にグワッて手を入れてスッてしじみを持ち上げてでそのまま勝手口から出ようとしてってるんですねでその時に もうちょっと怒りもあるんですけど恐怖もすごいんですよ。行くか行くまいかってギュッてまたこの棒握り直してこう出ていく姿をこう女性のね泥棒の出ていく後ろ姿もうそこで出ていくって言ったところで「待て!」って声をあげたんです。そしたら持ってたシじミをバラ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 。 でですでぐーってこっちの方に近づいてくるんです。うわ来た来た来たって思ってたらこの女性の顔っていうのがで妙で口と鼻耳はあるんですけど目が点なんですよ。真っ黒い点。で「うわなんでこの顔!」 ってて思ずん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 近づいてきてうわーってもう本当にもう恐怖で叫び出しそうになった時にその女性の顔がはっきり見えたんですこの女性の口鼻耳そして点だと思ってた目この目がしじみだったんですよでうわえ目しじみ っって思った時にこの目のしじみがポロンってて落ちてこ目、鼻耳はあるんですけど,あどうあ口と鼻と耳はあるんですけど目だけのおっぺらの状態でこっち見てるんですよ。でそれで完全におじいちゃんもううわーもう気を失っちゃったんですね。恐怖が臨界点まで達したのかで、次の日おじいちゃん家族の方に「大丈夫おじいちゃん大丈夫?」って。 起こされてふって見てみたらシジミ盗まれてるもうシジミなくなってる状態でやっぱりいつものように、えー、盗まれた状態なくなってる状態で,で昨日あったことは本当にあったことなんだろうっていうのでねそこで再確認というかもう恐怖を思い出すわけですよでなくなってるシジミがあ盗まれちゃってるなくなってるシジミなくなってるでそれでもちょっともうげんなりしてしまって。 もう抜け絡みたいはあってそんなことあったしでもね一応この家族の方とか、まあ、またシジミがなくなっちゃってるけどうんまあ元気出しなよと、まあ、励ます感じでね一応あちょこっとだけはシジミ残ってるからあのー、落ちてるシジミとか集めて あのおけにあったのも集めてもうしじみ汁作ったからしじみの味噌汁作ったから飲みなよ元気出しなよって、まあ、家族の方々はね元気づけようとしてやってくれてたんです。いや、うん、分かったわって言っておじいちゃんこの水食卓についてねこうつくちょっとだけ残ったしじみの味噌汁しじみ汁をねこう飲もうとしたんです。飲もうとしたんですけど あれちょっと待てよ。そこら辺に落ちてたり桶に残ってたしじみをかき集めてこのしじみ汁作ったんだよな。ということはあの女の目から落ちた目だと思ってたあのしじみも入ってんじゃねえかって思ったらこの。 手にあるしじみ汁一切手がつけられなくなったんですそればかりかもう今後今までものすごくしじみが大好きだったこのおじいちゃん今後一切しじみが食べられなくなったというこれ個人でね漁をしている、えー、他にも漁師さんいっぱいいるんですよこの 川,沿いで川の周りでシジミ漁をしている人たちいっぱいいるんですけどなんで自分だけだけそんなおじいちゃんが被害に遭ったシジミのシジミトロボーのシジミが食べられなくなってしまったというえちょっと悲しいお話でございましたありがとうございました。 えー、僕の友人に、まあ、これもちょっと、まあ、さっきも話しましたけど大阪に友人がいるんですけどこの大阪の友人が、えー、解体業を解体業やってるんですけどでまあ解体業ちょいちょいそういった解体業のお話徐々に聞くんですけど解体業って まあ結構いろんんなな仕事すするそうなんですよね、まあ、建設建築関係とかそういったような土木系統とかって、まあ、いろんな職種があるんでしょうけど実際いろんな仕事するそうなんですよ。でその日この僕の友人が行くことになった現場っていうのが遺品整理だったんあ特殊清掃だったんですよ。で、まあ、あるちょっと木造のお家で、まあ、亡くなられた方がいて。 一応その亡くなったご遺体はもう、えー、搬送されてるんですけど一応そのもうゴミ屋敷みたいになってたんでそこの家、えー、を片付けるという、えー、仕事だったんですねでその僕の友人とあと2人 A 君 B 君っていうのを引き連れて3人でその現場向かったんですよでその僕の友人はその周りとかでの作業だったんですね家の周りでの作業で A 君 B 君は中の作業に入っていくんですでこっからは A 君の、えー、お話なんですけど A 君が一応段取り聞いてで部屋に入っていくで A 君先頭で B 君が後ろにいるんですで中に入っていくもうゴミだらけなんですよものすごいゴミだらけもう足の踏みもないぐらいなんでゆっくりゆっくり足場確認しながら、まあ、先に進んでいくで電気も止められてるからもう電気がつかないんですよなんで奥に 部屋があるんですけどちょっとだけ木漏れ日がカーテンの隙間からとあの入ってるんであそこまで行けばカーテン開ければある程度部屋の中は見渡せるっていうことでゆっくりゆっくり奥の部屋まで行ってたんです。で奥の部屋に行ってかき湧ゴミとかを足場確認しながら進んでいったらずーっと後ろから B くんが「おいおいここすげえな」って言うんですよ。 でもめんどくさい。もうこんな状況だから、もうそうだなとかって言っても,もめんどくさいから、ああ、そうだなすまあ、うんうんうんって、から返事返してたんですよ。ずーっと、もうずーっと B ー君が後ろから、おい、おい、ここなんだこれ、おい、なんだこれって、ずーっと言ってるんですよ、おいって。A 君になんかずーっと、おい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 っ言ってるんです。なんなんの、こいつ。こんな状況なのに、お前に構ってられるかっていうような状況でね、心境で。 でまずゆっくりゆっくり進んでってでもうちょっとでカーテンの方に行けるってなった時に、まあ、ゆっくり進んでたんですけど後ろからまたずっとね「おいおいおい」って言って,言ってくるんですよ。こいつってずっとおっとしと思ってとりあえずカーテン目の前にあるからもうカーテンだけ開けてもう光バーってなった時にもう後ろを振り返って「もううるさい!」って言おうとしたんですよ。でカーテンに手をかけてシャッ 開けて後ろ振り向こうとしたら目の前の外で B くいるんですよ。えって一瞬思ったんですけど勢いがもう後ろについてるからそのまま振り返ったんです。B くクいないんですよ。でもう一回窓を見ると向こうに B くいるんですよ。B く外で作業してるんですね。もう意味わかんないじゃないですか。だから もう,とりあえずもうただちょっと呆然とその B 君見てて一応窓を開けて「おいお前何してんの?」って言うと「はいや俺呼ばれたから外で作業してんだけど」って言われた瞬間にもうこの言ってた「おい」っていう声がずっと頭に響くんですよでしかもここって特殊清掃 だからすもうちょっと寸前まで亡くなっていた方がここにいたってことじゃないですかもう恐ろしくなってブワッスもうそこまでかき分けててゆっくり歩いてとかそのままゴミの上踏んでブワって外出てったんですよで外で作業してた僕の友人であるこの現場の責任者だったんですけどその人にもう息切らしながら もうちょっとここめちゃめちゃ怖いです。今こここんなのがあってって説明してその友人がね言い放った言葉が「よっしゃ分かった。じゃあここで作業を続けるか俺に殴られるかどっちがいい?」って言われて A 君「分かりました!」って言ってそのまま部屋に戻っていったっていう、えー、お話でございます、えー。ありがとうございました。<laughs> これグーさんという 方から聞いたお話なんですけどえー、このクーさんまあ人の昔、えー、長距離トラックの運転手をされててで、まあ、高速道路とかねそういう道を、まあ、ずっとひた走っていくんですけどある日、まあ、荷物を持って運んで高速道路走ってたら途中で1車線に規制されて。 ってる区間があったんです1車線になったんです、ね、で2車線あるとこだったかなでその先見てみたらやっぱ事故がやっぱ起こってたみたいで事故かなって思ったんですけどやっぱ事故で,でああ事故かーで急がないといけないのになって思いながらもまあまあしょうがない事故ですからねゆっくりゆっくりその事故の起こって起こった場所とかまだ現場検証とかまだ全然 終わってない状態だったんでかななり生々しい状況だったそうなんですよだから軽自動車か何かがもうちょっとトラックか何かに突っ込まれたかでもうへしゃけてる状態でうわーこれはちょっともうどうしようもないんじゃないかなっていうぐらいのかなり痛ましい現場だったそうなんですね。 でもそんなものをもあんまり見ないようにしようと思ってふっとこう真正面見てゆっくりゆっくり進んでいって規制がなくなったからう車、まあ、トラック走らせて現場に向かったんですよ。で、まあ、現場に到着してでいつものまあルーティーンのようないつもの流れなんですけど現場到着したらえフォークですねフォ,フォークリフト、えー、こうじゅんってこう,こう爪みたいなのがわって出てって。 それで荷物とかはこの下にパレットってのがあるんでそこに爪を入れて持っていくっていう。それでフォークとかを運転してくれる現地の2を下ろしてくれる若い兄ちゃんがお兄さんがいたんでその方に基本的には全部任してじゃあって言ってトラック降りて喫煙所でタバコとか、えー、コーヒー飲みながら2、30分待ってたんですね。大体それぐらいで終わるんで。で2、30分経って でトラックにそろそろかなと思って戻ってったら荷物が全然下ろされてないんですよ。で俺何やってんのかなって思ったらトラックの下から明かりがチラ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 なんか左右に揺れてるんですよ。あれえ何してんの で誰か多分下にいると思ったから何してんのって声かけたそしたらそのフォーク乗ってるお兄ちゃんがいやいやおかしいんですよねってなんか懐中電灯を照らしてトラックの下なんか探してるんですよえ何どうしたのって聞いたらいや,いやあの僕ここ作業してたらこのトラックの下に女の人いたんですよ って言うんですね「えっ、ー、女の人いるわけないじゃんいない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 」って「えここそんな人いるの?」って言ってはいないですけどトラックのの下かからら女の人出てきててきこっち見てたから気づかないうちにどっか行っちゃったんですけどこうもしいたりしたら大変なんで探してるんですけどいいないんですよねで確実にいたからこんなに探してるんですよね。 でも探し方も尋常じゃなかったから一応このグーさんももう、うん、いるわけないけどなってある程度ちょっと一緒に手伝ったんですよでもいなかったから「いや」ってまたずっとねお兄ちゃんが言ってるんですけどもう荷物を下ろしてくんないと帰れないからとりあえず荷物を下ろしてよって言って荷物と「わっ分かりました」っつって荷物を下ろしてもらってで全部荷物を下ろしてじゃあもうだいぶだいぶ時間も押してたんですよ帰る時間。 でこのまま帰っても事務所空いてないからどっちにしたってちょっと遠回りしていかないと事務所の中入れないからもうなんだかなって思いながらも、まあ、とりあえず車、まあえー、トラックの,、えー、この運転席のね扉ガーンってやって「もうそろそろ帰るか」っつって全部トラ,ト,イレも閉めてトラックの扉も閉めて乗り込もうとしてでっかいトラックってステップがあってよいしょって上に登るじゃないですか。 見たなんかね、形見たことあると思いますけど、あそこのステップによいしょって登って上登ろうとしたら、この左下にあるタイヤのちょっと奥というか、その隙間、車体とタイヤの辺りから女性がシュッて出てきたんです。上向きで。シュンって出てきて、シュッて消えてったんですよ。でも、グーさんもこれ、 見間違いじゃない。さっき女性が出てきたって言ってたから、自分もそれではっきり見えちゃったから、よいしょって登って、この下の足元見ちゃってるから、完全にそこで女性出てきた見えたんですよ。うわーって大声上げたら、お兄さんが、いたでしょやっぱりって言って、いや、いたはいたっちゅうかえ、え、え、どういうことだってもう混乱してるんですよ。なんですけど、このまま車出発させちゃったら、 ちょっと大変ななこととになっちゃうんでとりあえず探そう探そうってもう一回懐中電灯をつけてそのお兄さんとグーさんで下探したんですなんですけどまあトラックの下探すって言っても探すこと探すところも限られてるじゃないですかだからある程度見たんですけど周りも見たんですよねか細かいところもある程度まさかと思いながらも見たりとかしてまあ何にもなかったんで はいもう今の何だったんだろうって思いながらも仕方がないからトラック乗って、えー、その会社までねトラックを戻しに行ったんですよ。そしたらもうやっぱり、まあ、案の定もう事務所閉まってて。 で事務所のビールがまあ何階建てかちょっと忘れましたけど、まあ、45階建てなんですかねその何階かの3階か4階とかに事務所があるんですけどもう正面玄関は閉まってるんで非常階段登ってってでその非常階段と扉開ければ鍵があるんでねそれを開ければもう事務所行って一応書類を提出しないといけないんでその書類を出せばもうすぐ帰れるんですよ。なんでもう書類も用意してトン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 って登って非常階段を上ってってたんですけど。 階段コン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 って登っていく自分の後ろにコンコンコンコ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 コンって自分の足音と一緒ぐらいの歩幅で誰か下からついてくるんです。えって足音を止め足を止めるとその音もピタッと止まる。 で登っていくとまたココココココンンココンっっててて自分の足音と同じ感覚でで誰かかが下から登ってきてるんですよもうそれ聞いてもううわっと恐るくなってもう、えー、非,常非常扉開けてその事務所まで書類バッて提出してもうダッシュでそこで降りてってで自家用車でいつも来てるんでトラックはそこの、えー、事務所にあるところに置いて自家用車で、えー、家に帰ろうとして 車乗ったんですねうーわもう何これは何なんだろう,もう気持ち悪いわって思いながら車を走らせてたんですよそしたらある信号でまあ赤信号でね止まったんですねで止まってたら車ってまあそういう 車に乗っててるる、まあ、今ほとんどついてるんどいですかねコーナーセンサー車のねコーナーセンサーちょっと角に障害物だとか誰かがいたりしたらピッって音で知らせてくれる機能があるんですけど信号待ちで車で止まって一番先頭で止まってたんですよ信号の。なんで目の前歩道があって、えー、横断歩道があって赤信号で待ってたらピッって鳴るんです右のコーナーが右前。 あれって見るんですけど何にもないんですよ、まあ、誰か車とか、まあ、車が接近してきたり歩く人間とかがね接近してきたりすれば見えますから、まあ、そういうのかなとも思ったんですけど、まあ、そんな気配ないしあなんでなったのかな動物かなんかかなって思ったんですけどそんな気配もないんですよ。おかしいなって思ったら次左前がピってなるんです。 で、左後ろがピッてなるんですで、次右後ろがピッてなるんです一周したんですよえ、なんだこれそしたら次右前がピピッて二回なったんですこの二回っていうのは 距離が近いときにこの回数が増えるんですけど最大3回かななるって言ってましたかね距離が近づけば近づくほどそのピが多くなってくるピピって言ったんですで左前がピピって言ったんです左後ろピピ右後ろピピ右前ピピ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  もうさっきの女性もあるしで近づいその一緒の歩幅で登ってくる階段の音とかもあったからもうどんどん何かが近づいてくる感じがあって恐ろしくなってとりあえずもうその先に、えー、ある、えー、パーキングに止めてもう今日この車で帰れないと思ってタクシーで家に帰ったんですって。 ですけど、まあ、一応故障とかっていうそういうような可能性ももちろんあるわけじゃないですか,かそっちの方が大じゃないですかか故障とかね基本的には現実問題何か解決しないといけないっていうことで怖かったんですけどとりあえずまあ気のせいだろうみたいなようなことを言い聞かせながら次の日に休みだったからディーラーにこの車持ってったんですよ。で持ってってでそのディーラーの方に車見てもらったんですけど。 一切故障箇所とかかはなかったんですどんなことやったってそんなこと起こらなかったそもそもエラーが出てなかったんですね車に今の車とかおそらくそういうの調べたら何かしらエラーが出たりしたら残ってるはずなんつって全然そんなのがないえ何なんだろう まあでも故障じゃないんだたまたまかなとかその時だけだったのか本当に何かが近づいてただけなのかまあいいかしょうがないわって思って車乗ってえ道路に出て車走らせて進んでいって信号待ちになった時にまたた右前がピッてなったんですもうこれダメだと思ってもうその時にはもう恐怖。 でどうにかなりそうだったこのグーさんが一応取った行動がまあえー、近くになんかそういうことができる車とかのお祓いとかそういったことができる神社、えー、お寺さんかながあったからそこに車とかのお祓いもできるところがあるから行ったんですってで予約をしておいして、えー、その場所に向かったら その入り口というかそのまあ予約してる時間があったからまあ待っててくれたんでしょうねそのお寺さんの方が。そしたらお寺さんの方ご車番グーさんが降りてえお寺の方がいらっしゃったからどうもよ,くよろしくお願いしますって言ったら向こうの人がバーってやってきてグーさん通り抜かして車に行ったんですよ <laughs>。 え俺は <laughs> 俺は車バーって見てグーさんがね「え車なんかあります?」って聞いたら「いや車はないと車はないですよ」じゃあちょっとお払い行きましょうかって言ってえー、まあグーさんと一応まあ車もねお,そのまあお払いみたいなようなことしてもらったそうなんですけど、まあ、それ以来何もなかったってお話なんですがこれなんか 車の方だったんじゃないのなんかもう言い方もいやいやいやみたいなようなことだったらしいんで車についいてたんじゃないのこれだからグーさんじゃなくて車。でもし考えるんだったら一番最初の,この高速道路で見た事故がおそらくやっぱきっかけだったんじゃないのか。 でそこからグーさんずっとついてきてそれからトラック乗ってカン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 ずっとグーさんについてきてたんじゃないかで車に乗り込んでピピピピっていうのもずっと車の周りとかをぐる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 してたんじゃないかそうなってくるとグーさんから車へっていうようなかそんなことも考えられるんですよね なんでまあ偶んにもついてるし車にもっていうようなまあ全部お払いというか何かしらしてもらったそうなんでそれ以降何もなかったですけどもし高速道路とかそういったところでねこういったことがあったとしてもひょっとしたらあのまあそういった現場に出くわした人もいらっしゃるかもしんないですけどまあその時はもうやっぱあんまりよく言うじゃないですか。 あんまりこう感情移入しない方がいいみたいなようなこと言われますけど、まあ、それもなかなか難しいと思いますけどまあついてこられる可能性もひょっとしたらあるのかもしれないというお話でございますありがとうございました、えー、これもねちょっと車にまつわるお話なんですけどちょうどね、えー、10年10 11年前かこれ2010年11年あ10年前か まだその時にに僕福岡に住んでましてでたまに東京とか関東の方に来てはまあそこっちの方のリスナーさんにえ車乗っけてもらってえ何箇所かとかでえ撮影をする機会があったんですよ。2011年ぐらい。12年から関東に来てたからもうそれ以降はえ自分で結構行ったりもしてたんですけど。 福岡にいるときはちょっとねリスナーさんとか助けてもらったりとかしてたんですねでその11年関東に来て行ったところが旧吹上トンネルだったんですよで何か所か行った最後の、えー、スポットだったんでもうこれをパパッと終わらせてもう今日帰ろうって言ってたんですねで吹き上げトンネル旧吹き上げトンネルの前に車を止めてで、まあ、僕は撮影しに行って で運転し,してくれた方はまあ車に残って、えー、待機してたんですよ。で車に残ってる方がいて僕は1人で行ってそこで撮影して20分ぐらいかな20分ぐらい撮って帰ってきてえー、戻,その戻ってきたら車のところにね。あのその運転… 車さんんんがあのー、車の周りをなんかうろう,ちょろうろろうろちょろうしてるんですよどうしたんですかって聞いたらいやーいやもしかしたらですけどいやどうしよっかなーっていや普通演奏してたかもしれないっすっていやあのバッテリーが上がったかもって言ってるんですよ。 でさ演奏しちゃってこれもうひょっとしてバッテリー上がったかなっていうんですねえマジですかってずーっとエンジンかけるんですけどかかんないんですよでキュルルルキュルルキュルルってずーっと言っててでライトとかもふわふわふわしかつかないしうわこれマジでこれバッテリー上がっちゃってそんななんかやったんですかなんかその かんんかやりましたかみたいなこと言,も俺も言っても車のことよう分かんないから「何かやったんです?」って言って「いや何もしてないですよ」ってしかも、えー「こんなこと今まで起こったことないしこう吹き上げトンネルじゃないですか」<laughs> って「いやこれちょっと何なんですかね?」うわ」って言いながらその道路の端の方に車止めてたからあの一応後続車とかがバーって来て「ちょっとこうすいません」みたいな感じでね来る人たちであのー。 やっぱ有名スポットっていうだけはあるんですよ。あのめちゃめちゃ人来るんですよ。<laughs> まあ、効果不幸か。ね、車がこう。旧吹き上げトンネルの目の前にどん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 来るんですよ。で、その方々にすいません。あのバッテリー上がったみたいで、ちょっと手伝ってもらいたいんですけどって声かけるんですけど、まあ、ちょっとあのそのバッテリーをど何どうにかするみたいな。機材持ってない人たちが多くて。 まあ若い子ばっかりだからそうなのかなと思うんですけどそんなんであちょっと難しいですねみたいな感じで来るんですよなのでいやこれどうしよっかなーってやってたら女性2人組の、まあ、車乗った方がこうやってきて僕らがこうああだこうだなんかこう作業してるようなものを見てその方は吹き上げトンネルに来た人じゃなかったんですけどあのちょっとやってる姿が気になって。 僕らが止めてる車の前につけてくれてどうしたんですかって声かけてくれたんですよいやあのー、ちょっとこきキげトンネルにちょっと肝試してやってきたらもしかしたらこれバッテリー上がったかもしれないんですって言ってたらうわーマジですかみたいないことやってるんですよね <laughs> まあそりゃそうですよねこんなところでねバッテリー上がったって言ったら火ってなるじゃないですかだからじゃあえー、それ大変ですね ってて言われて一応その方がすごいい,やいい方で「あの私たちはこれないんですけどそういうの,あの私の彼が乗ってる車にはあると思うんでちょっと呼びますね」って言って呼んでくれたの。めちょっと待ってたらまあそのね男性来てくれて。 で今こうこうこうでっていうのも説明して一応つなげてくれたんですよ。なんですけど全くうんともすんとも言わないんですよ。じゃあこれひょっとしたらバッテリーじゃないんじゃないか。でもなんでこんなにかからないんだでもちょっとこう首かしげてたんですよねその運転手さんも。 僕連れてきたそうね車の持ち主もずっと首かしげてて何なんだろうって急にこんなになったしだからまあしょうがないくもう,うジャフ呼んだんですよねでジャフ呼んでまあ一応このまあ引っ張られてでもしょうがないですよね僕は途中の駅とかで降ろしてもらってじゃあすいませんっていうことで解散したんですよ。 でやっぱちょっと気になるじゃない。だから次の日にね電話して、えー、夜かもうすぐうディーラーかなんか持って行きます修理工場持って行きますって言ってたから次の日の夜に電話したんですよ。そしたら「どうでした?」って聞いたらあの信じられないんですけど。 どこにも全く異常ありませんって言われたんですって <laughs> ありえる家に着いたら家に着いて次の日普通に車乗れたんですってえって思いながらその足でね 修理工場持ってっていやこうこうこういう理由でエンスとしてバッテリー上がっちゃったみたいで JAF 呼んでで JAF、まあ、で一応バッテリーがなんかこうバッてやったらなんか動いたは動いたんですけどあのライトがつかないライトが。ライトがつかないから一応なんか俺俺もなんかこうでっけえでっけえライト持って行ってたからこうライト照らしながらこう行ってたぐらいなんですよ。 なんですけどそんな状況も嘘みたいに昨日のね昨日その状況が嘘みたいに普通に運転できるんですってで工場持ってったら何の異常もないバッテリーも上がってないこれ吹き上げトンネルの目の前で 起ここったことなんですけどまあその当時そのリスナーさんだったんですけどその方が今いないいるのかな <laughs> いないのかな <laughs> いないかなもう10年前だからね、えー。なんでそういうことがまあちょっと吹き上げトンネルで旧吹き上げトンネルね。まあ、あの実際吹き上げし新しい一番でっかい吹き上げトンネルの目の前でこれ演奏してたんですけどバッテリー上がってたみたいなんですけど。 えー、旧吹き上げトンネルとかそっちの方とかは、まあ、関係ないわけじゃない、まあ、近いは近いけどあの真の目の前でそれ行われてたからどっちかっていうとこれはもうこの一帯がやべえのかなとかちょっと思いましたけど場所が場所だけにねちょあれどうなのかなってそんなことあんのかなって思ったらちょっと起きた、まあ、場所が場所だけにっていう。 えー、お話でごござざいいまましたありがとうございます僕のですねえー、定かじゃないんであでも小6かな、えー、小学校6年生ぐらいの頃にこの低学年を連れて、えー、遠足もう日帰りっていうか、まあ、昼過ぎまで遊んでまあ昼過ぎに帰ってくるみたいな。 えー、ウォーキング企画みたいなのがあってで、まあ、僕の地元のちょっと小高い山に登りましてでそこまで低学年と高学年が手繋いで一緒にさあ遊びに行くっていうで、まあ、そこの現地に着いたらまあその公園とかがあったりするんですけどそこで、えーまあ、遊んだりとかしてで、えー、定時になったら帰るよっていうようなまあ企画なんですけど。 その時にまあ登ったのがこれもう場所を言っていいか言っていいのか <laughs> まあいいかえー、北九州市のですね、まあ、若松区というところにある高遠山っていう山があってでこの山展望台が。 あったりしてそこから若戸大橋っていう赤い橋がね、えー、日本で一番最初に作られた、えー、巨大吊り橋なんですけど一番最初に作られてるんですけどでっかいでっかい赤い橋があるんですけどこれを望めるような非常にいい景色の良い展望台があるんですけどその展望台の中に敷地の中にでこのカっパ地蔵ってのがあるんです えーまあ、カッパ伝説があるんですけどうあんまり見たことないタイプだと思うんですあんまりそういうの僕もいろいろカッパをあのー、カッパをね <laughs> 追ってるというかそのカッパっていうようなところで今はねいろんなところにこう撮影したりだとかカッパにまつわる場所とかに行ってはいるんですけどこのタイプはあんまり見たことないんですけどこのカッパ地図をカッパが封印されてるんですよ。 でどういうい風に封印されてるか昔ここで悪さをしたカッパがまあとある方にね「こら!」っつって封印されてるんですけどこの封印っていうのがこのお地蔵さんがあるんですけど、えー、お地蔵さんの背中にあの直径ね直径3センチぐらいのこれ画像見せろか。 えー、直径 3cm ぐらいかなこれね見えると思うんだよこれ見れるはずなんだよなカッパ地蔵の杭あ見れないかなあねえ <laughs> あれあー画像で見えるかなーああっあった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 あでもこれ見えにくい あ、これかえっ、ー、とねえっ、ー、とこういうこういうねえっ、ー、とおやしろがこう建物がねあるんですよこういう建物が。これ展望台にあるんですけどこれ。 手元があってでここにこういうお地蔵さんがあるんです。でこのねお地蔵さんの背中にこうズドンと <laughs> これこう杭がね。 刺さってるんですよ釘が刺さってるっていうんですよもう杭じゃんこんなんもう <laughs> ガーン刺さってるんですよこの杭がねでえー、このこのねえー、鉄 こ,これをやっぱこの小学生とかが集まったりしたらこれ抜いたらまたカッパが飛び出してわざするっていう伝説があるんですよなのでこ,こう抜こうぜって <laughs> なったんです悪いねダメよそんなことしちゃ抜こうぜってなったんですねでこう小学生たちがこのおじさん囲んで 見ながらこう後ろを掴んでグッグッってやってるんですけどまあビクともしないんでですこれだからこうじゃあ俺が俺がみたいな感じでみんなで代わり番号にこの杭を引っ張ってたんですけどわあ取れない動きもしないビクともしないんですよである子が じゃ,あ俺じゃあ俺次行くって言ってグッて持っていやって引っ張ったら俺らにもう分かるぐらいにずって動いたんですよ。でもう周り「あっ動いた!」ってなるじゃないですか。その時にこらーって先生たちが俺らこそのいたずれやってるっていうのが分かっちゃって。 バレちゃって「逃げろ!」ってみんなでバーって逃げちゃってくもうクモのこちらして逃げたんです。で帰りに「あれ動いたよな」って言って「いやなんか動いたよね」大丈夫かな」みたいなこと言,言いながら、まあ、とりあえずはまああのーまあ、大丈夫でしょっていうことになったんですよ。とりあえずね。でその次の日からその。 この釘引っ張ったら動いちゃったこの動かした張本人が学校来なかったんですよ。で何日間か休んで学校来たんですよ。で風邪ひいてたそうなんですけど大風邪ひいてね大風邪ひいて、えー、学校休んでたんですけど大変なあのあのお,のお久しぶり。 こけて大丈夫みたいなことを言ったらあのいやー変な夢見てさってこのその日帰ってからその子がね夢見たんですけどこのこのすぐ、まあ、近く目の前海これ道海湾って言うんですけど道海湾に。 なんか一人佇たずんでる夢そういうような夢海の付近にいる海辺にいるっていう夢見ててそしたらその海の中からザッパーンってカッパ飛び出してきて足バッつかまれて引きずり込む海の中に引きずり込まれる夢見たんですってで溺れてもうゴボゴボゴボ苦しい苦しい溺れるっていうようなところで目が覚めたらもう,、うん、もう全身ビショビショでもうあ熱出してて。 でそれで休んで、えー、何日か休んでまあ今治ってるけどっていうめちゃめちゃ変な夢見たんだよねって。でそれでもしかしたら俺あれカッパ地蔵の杭動かしたかなんかでもうこれう実際問題は多分動いてないと思うんですよ。あのた多分ね多分動,か動いてはないと思うんだけどこんなもん動かせるわけがないんで。で ひょっとしたらそういうのがなんか向,こう向こうからの知らせというかまあ、えー、お前ら言いかけにしときよ的なようなものがあったのかどうか分かんないけど俺らでもわかるぐらいなんかずっと動いた感じがあったからね。らその持ってたやつそれを動かしたやつ動かそうとしたやつにこうピンポイントで狙われたのかなカッパが襲ってきたんじゃないかみたいな話をねこう小さい頃に聞いたことがあるんですよ。 でもこれもだいぶ前に思い出してこんな話してたんですよ。いやこんな話あってさってカッパ地蔵っていてさって言ったら俺知らなかったんですけどあのー、えー北九州に。 北九州の、えー、文字に妖怪がいるんですけど海のこれ「海御前」とか「雨御前」って言われるそうなんですけど「えー、カッパの親分」って言われてる海のカッパがいるんですけどこれの女性なんですよね。 であのダンノーラの戦いで敗れた平家が海に身を投げたと海身投げした時にこの平家の奥方の、えー、奥方がその後河童に、えー、変化したっていうか、えー、河童の化身になったっていうやつで,でそれから兵士とかが平家ガニだとかそういうようなものに え変化したっていうような伝説があるんですけどこう北九州にカッパのパケモン海のカッパの妖怪がいるんですよ <laughs> で、僕が住んでるところは北九州の若松とか戸端っていうところの間のそのとこなんでえこ湾がねだからお文字からはちょっと遠いんですけどここらあたり一帯を仕切っているカッパ が海御前だとしたらひょっとしたら本当にその海のカッパに襲われたんじゃないかっていう、えー、お話をね、まあ、聞かせていただいたという、えー、ちょっと北九州のカッパにまつわるお話でございましたありがとうございますあるう男性の方がですね 中学12年ぐらいかなに、まあ、経験したお話なんですけど、えー、当時一緒に遊んでた、えーまあ、剛くんっていうね、えー、方が仮名、まあ、ですけどいらっしゃったんですがこの剛くんが、まあ、結構やんちゃな男の子でで友達っていう友達がいなかったんですよ。 で中学1年か2年か、まあ、その初め頃春ぐらいに同じクラスになったんですね剛君と。でかたやこの、まあ、話してくれた男性の方は、まあ、お,おとなしい感じの、まあ、言うたらちょっとまあうんなんか漫画好きのようなね <laughs> まあ言い方おかしいけど、まあ、どっちかって言ったらこう積極的になんかこうみんなと遊びに行くっていうような感じの子ではなかったんですよ。 なんですけどこの剛くん、まあ、ちょっとやんちゃな方でまあ陽キャと陰キャみたいなねようなまあ今で言うところのそういったところをね相入れないような、まあ、2人だったんですけど、まあ、何かがきっかけですごい長くなったんですよ春ぐらいまあ同じクラスになった時にねでそれからずっと2人で遊ぶようになったそうなんですよねで夏休みのお盆あたりに 起ここったことなんですけど二人で一緒にねチャリンコに乗ってとある場所ちょっと山の方に、えー、心霊スポットのダムがあるっていうことでちょっと行こうぜ探検しに行こうっていうことで夏休みですから二人でね、えー、ちょっと探検がてらその心霊スポットにチャリンコでずーっと山の中走ってってたそうなんですよ。でずーっとしばらーく走っ てたんですけど実際にその当時、えー、なんかスマートフォンがあるわけでもないし、えー、カーナビなんていうのももちろんチャリンコですからあるわけがない。頭この大体の場所っていうのが頭の中に入っているだけで手探りでそのこっちだろうっていう感じでずっと道を走ってたんですよ。で そのダムの手前にもう一つ有名な心霊スポットって言われるトンネルがあったんです。でこのトンネルさえあればその先に行ったらダムがあるであろうっていうことがまあ頭の中に入ってたからそのトンネルを目指してずーっと人走ってたんですよ2人でチャリンコ漕いでずーっと行ってたらしばらくしたらトンネルが出てきたんですよ。であここだここだ ということでこの先進んでいったら多分ダムがあるんだろうだけど一応この先進んで行ってちょっとどうし、うん、あるかどうかも分かんないからもし人がいたりしたらちょっと話を聞きたいって思ってそのトンネルを抜けたんです抜けたらちょうど右側になんかね建物 キャンプ場とかかなって言ってたかなそういう何かしら建物があったんですってであるなんかね人の気配がするというか人里というかそういった施設があるんだったら人もいるだろうでこの左側を見たらこう普通に家が建ってるんですよ。でちょうどいいことにこの家の庭先でおばあちゃんがでっかーい桶に。 ででをしてるんですよあちょうどよかった人いたわっていうんで自転車降りて剛君が「パってすいません」って行こうとしたんです。でもこのね男性の方あれこれおかしいな でちょっと違和感感じてたそうなんですよその違和感っていうのがなんかね家がなんか黒いって言ってたかな普通の家じゃないような感じなんですよでこの洗濯をしているこのおばあちゃんなんですけどおばあちゃん下向いて一心不乱にこう洗濯板でゴシ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 洗濯してるんですけど真っ昼間ですよ真っ昼間なんですけどゴシ,ゴシ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 してるこの顔が。 見えないんんんでですすよよ、不気味なんですよなんか <laughs> なかのでこの方自身はそこに行きたくないなって思ったんですけど剛君バーって行っちゃったもんですから「あちょ、ちょちょっと剛君待って」って言おうとしたら剛君が「すいませんここってこの先!」 行っっっったたたらダダムムとかかてててああるるんんでですすががこの先ってダムがあるって聞いけけどた声かけたんですそしたらそのおばあちゃんゴシ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 洗ってたんですけどピシャンって止まってふって剛んの顔を見たらもうその時にはもう顔がないって分かったんですけどその瞬間にねこのおばあちゃんが「すいません帰れませんすいません帰れません」って言ったんです。で剛んとその男性もそのもう意味のわからない行動もうもう。 どううしようもないじゃんそんなことされたらそんなこと言われたらねもううわーってそのまま自転車のところまで行ってもうこけながらもうその来た道トンネルうわーって戻ってって家に帰ってそうなんですよ。あれ何もう「すいません帰れませんすいません帰れません」ってもうもうい異様じゃないですか。 でそもそもその男性の方もこの家のなんか佇まいとかこのおばあちゃんの顔とか見えなかったっていうでもう異様な状況だったからこれなんかあるんじゃないかなってあれ何だったんだろうって帰りながらめちゃめちゃ怖かったんで2人で話しながら書いてたんですで,でこんなことがあったからやっぱ学生で中学生ですからこんなことがあったら学校に行ったら言いたくなるじゃないですか。で えー、登校日があったんで登校日に、えー、行って多分そういうところで剛君と一緒に「いやこ,んここちってさこんなことがあったんだよね」っていうのを多分言おうとしてたんでしょその登校日剛君が学校来てなかったんですね。あ来てないなまあまあ夏休みだし でちらほらほ来てないい子もいるんですよなんでまあ剛君もそういうので何かしらやっぱ夏休みだしそういうのでもうめんどくさくなってこないのかなってぐらいに思ってたんです。で9月に入って、えー、学校が始まってそしたらその担任の先生がね「へえ剛、ー、君急なね 家の都合で、えー「引っ越しました転校していきました」って言われたんですよ。そんな素振りなんてみじんも出してなかったしなんなら登校日とかこんな話しようぜっていうような話もしてたわけですよ。なんなら何かあったら連絡してきてもいい仲なんですね。 そんなこともなく急に転校していったって言うんですよ。でやっぱり気になって先生に聞いたりするんですよ。なんだけどいや転校していったって言われて。でそれでもやっぱ気になるから剛君の家一軒家だったんですけど行ってみたんです。そしたら「売り家」って書いてて。 今まで剛くんが住んでいた家がもう売りに出されててもうものけの殻だったんですってそれ以降剛くんにも会ってないしあの時その見たあれが多分きっかけだったんであろうと思うんですけどその2週間ぐらいの間に一体全体この剛くんそしておそらくですけど多分家族にも。 何かしらあっ千代翔くんですよ、ね、中に何かあったぐらいだったら引っ越しまでしなくてもいいしなんなら売り家っていうこことはこれ分譲なんですよ2週間ぐらいの間にこのすべてを終えて家を引き払えるかって言ったら相当じゃないですか。一体全体に何があったのかわからないですけど。 もし何か機会があるんだったらその続何がその2週間の間に起こったのか聞きたいですけどもう多分今となっては無理なんですよねって、えー、そんな話を聞かせていただきましたありがとうございました、えー、このお話ですねえこ、ー、との発端は、えー、2019年の1月1日もう元日ですね <coughs> でこのお話の体験者である えー、方にです、ね、<laughs> これ林さんとしておきますけど一方の電話がかかってきたんです時間は夜7時頃で電話の相手っていうのが親戚のおじさんで中さんという方だったんですねでこの中さんっていうのがなかなかのくせんで仕事も長続きしないし、まあ、自称便利屋っていうのをやってるトラブルメーカーなんですよ で、この人と関わると、ろくなことがないんで、あんまり関わりたくないんですけど、しぶしぶ電話を取ってみた。すると、開口一番、中さんが、バイトしないかって言うんです。で、林さん、え何、ヤブガラ棒に、こんな感じつに。いや、それがな、と喋り始めたんですよ。中さんの 飲み友達である解体業を営んでる王さんという方から連絡があったんです。で東京に住む50代ぐらいの、まあ、ご夫婦から仕事の依頼があってで夫の両親が亡くなったんで遺品整理と家を解体してほしいという依頼を受けてで急で悪いんだけどどうしても人手が足りないんで助けてくんないかな という内容これが中に来たんですでこの依頼があったのが12月の27日基本的には年末年始の時期に入るので,で急な依頼ってのは断るそうなんですね。なんですけど一応ホームページ上にこの会社のね解体業を営んでるこの会社のホームページ上に「365日24時間いつでも依頼受け付けます」って文言が入ってたんで。 断断るに断れなかったんですよで従業員にもちょっと頼んだんですけどまあ都心の背も背ですからどうしても人が集まらなかったんで「中さん何とかしてくんないか」と助けを求めたっていう次第なんですでそこで中さんが「よっしゃ分かった俺が何とかしてやるよ」と引き受けたんですそういうことなんだよ どうバイトしない急だけど明日から2日間。明日からもう急すぎてびっくりしたんですけど林さんがすぐに断ることはしなかったんです。っていうのもこの時期ちょうど温泉旅行に行くっていう用事があったんですけどで一緒に行く予定の方が事故に遭ってしまったんですね。 で旅行自体が中止になってしまって一人で正月を過ごすのもなんだなって思ってたのとこれバイト代がめちゃくちゃいいんですよ日当2万円で車代が5,000円で2日間ですからこれ合計5万なんですでしかも遺品整理で出てきたもので欲しいものがあったら 好きに持ってっていい言い話すぎないとも思いましたけど一応誘惑にねまあ負けちゃってで引き受けることにしたんですよ翌日で場所は都内から離れた田舎の平屋の一軒家だったんですねで依頼主の旦那さんの両親が まあ定年退職で、まあ、持ってた土地やらなんやらかんやら売って、まあ、はんで都心から離れて、えー、第二の人生をとして、まあ、越してきた家なんだそうなんですねで1月2日電話があって翌日ですね朝9時集合だったので中さんと一緒に15分くらい前に到着したんですで車から降りて玄関へ行くするとその玄関から 五人の男女が出てきたんですよ。一人は解体を受け負った業者の社長の王さんとその王さんの息子さんで依頼主のご夫婦そして最後の一人の男性がどうも格好がウザン臭いというか怪しいんですよね。なんか山伏のような白い衣装着てて手に大きな銃を下げてて。 どう見てもなんかそういうことやってるよねっていう感じの人が出てきたんですよ最後に。で正直林さんもうわいや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 ,いやあそういうのかうわしまったーで騙されたと思って帰ろうかとも考えたんですけど中さんがじゃあ紹介しますんでってことで5人の方へ行ってしまったんでもう渋々ついていくんです。でほどなくして何とか集まって。 まあ、オーサーの会社の社,社員 A 君と B 君でこの2人が到着したんでもうどうしようも引き返せないんですよで家に入る前にで今日の片付けの段取りを聞いた後もう山伏みたいな格好をした人が一人一人に紙を渡してきたんですで中身塩だったんですね紙にくるまれた塩 で持ってるだけでいいのかどうなのか分かんない特に説明がなかったんですよ。それ渡されたんですけど。で数分かけて祝詞のようなものを唱えた後に全員背中バーンバーン叩かれて儀式のようなこのものがね終わって、うん、意を決するかのように「よし入りましょう!」と家に入るんです。で解体をするんで。 家の中には土足で入っていったんですが家の状況をね見てこれ林さん腰抜かしそうになったんですよ。というのがねこれちょっとあるものを見せようと思うんですけどこちらですねはい。これこの家の見取り図なんですけど。 玄関からまっすぐ進んでって、えー、右側にキッチンがあってってあるじゃないですかここねこの玄関入ってこのまっすぐの廊下この廊下左右壁びっしりに鏡が貼り付けてあるんですよ壁一面の合わせ鏡なんですよ え何この家もう入った瞬間にもう後悔しかないんです電気も止まっててもう薄暗いその薄暗い廊下を進むもんですからいろんな方向からなんか人に見られてるような気がしてものすごく気持ちが悪いんですよ鏡の中間を歩いていくんででまあまあ仕方ない進んでいって一人一人の担当の部屋が決まっているっていうことだったんで えー、各々自分の担当すするる部屋を移動するんですでここね今画面見ていただいて分かると思いますけど左上が社長と息子さんで左下が B 君でその隣が林さん「私」って書いてるところでその隣が A 君でその上トイレお風呂っていう部分が中さんこの部屋を分担してこの日作業してたんですね。 <laughs> でここでおのおの作業をしてたんですけどそこでさらに奇妙な光景を見るんですよこの家のキッチン畳敷きなんですよこの右側の入り口えっ、ーえー、とこう入り口って書いてる赤い部分があるじゃないですかでその上にキッチンであるけどこの辺り全部このリビングキッチンがなぜか畳張りなんですよ。 キッチンで畳張りってもう見たことないんですけど水炊事場ですからねその下が畳なんですって異様なんですよ <laughs> でね気味は悪いんですけどまあ仕方なくおのおの部屋片付けてたんですけどまあここでね、まあ、さらに奇妙なものを発見するんです 全てのの部屋の四隅ここの作業をしている全ての部屋の四隅に三面鏡が置いてあるんですよ開いたまんまもう徹底的に鏡張りなんですよさらに天井にはですね三面鏡に写っている自分を写した生前のご夫婦の写真が 画鋲で天井ですようーわーって何十枚も貼ってるんです三面鏡に映った自分たちを映してるでまたさらにですよ旦那さんの部屋この、えー、A 君が作業してるところですね旦那さんの部屋って書いてるここここに 呪い術とか悪魔召喚とかそういうもう呪術系統のような書籍がびっしり並んでたんですよだから三明教も何かしらの儀式に使うんだろうかって想像もできるんですけどでこんな状況の家ですからもうそこら中でキャーキャーわーわー言ってるんですよなんだこれとかねでそれぞれ思うこと一緒なんでしょうねこの状況になっちゃったらこんなこんな家見ちゃったら もう早く帰りたい一心でもうスピードで作業を進めるんですよただ怖いながらもいろいろと考えるんですよ作業しているうちに <laughs> そもそも老夫婦の家だったんですよでこの悠々自適な生活をしていたはずの夫婦の家が何でこんなことになってるのかって話ですよね楽しい余生を過ごすために 都会から田舎に引っ越してきた人たちがなぜこんなことになったのかでもそんなこと考えてもこっちはただお手伝いに来てるだけですからただただ作業を進めていくしかないで片付けてると何でも持ってっていいって言われてたくらいですからかなり裕福だったんでしょうね 貴金属とか高価なカメラとか金券とかいろんなものがたくさん出てくるんですよ。で一応そういう高価なものは息子さん夫婦に渡す予定だったんですけど息子さん夫婦出てきたものを一切受け取ろうとしないんです。そもそもでこの息子さん夫婦家の中に入ってこなくてずっと車の中で待機してたんですよ。で仕方がないんで王さんがね社長さん 王さんが息子さん夫婦に、ま、じゃあこちらで引き取らせていただきますってことで林さん含めて作業してる全員に「おう持ってっていいぞ」って言うんですけど林さんこういった状況の家のものですからやっぱ怖いじゃないですかだから何にももらわなかったんですよ林さんだけ林さんだけ気にしないんです他かの人間たち でその気にしない人間で他の人間たちは全員いろんなものを持って帰ったんです腕時計とかカメラとか PC とかこんなものもあったんですよこんなのももらって帰ってそうなんですねでこの時この話を聞き取りしていた私に林さんポロッと一言言漏らしたんですけど「私が大丈夫だったのってその家のものを持って帰らなかったからだと思うんです」って言ったんです この遺品整理初日、かなり面食らったんですけど作業自体は早く進んで1日目終了したんですそして2日目この日はリビングの片付けと畳を剥がして終了ってことになってたんですけどキッチンの畳の下から予想だにしてないものが現れたんですよ キッチンの下、赤いか四角があって入り口って書いてるでしょ。ここ、<laughs> 地下へ続く階段だったんです。この階段が現れたんですよ。この入り口を見つけた瞬間に、もう水を打ったかのように全員静まり返っちゃったんです。 この入り口って何もうこんな状況だっただからこんなか絶対見たくないんですよ。でも仕方がない。えー、一応この依頼主の張本人であるこの社長と A さん作業員の A さんが「じゃあもうしょうがないよ行くわ」って言って A, つ A くっついてこいっていうことで2二人が行くことになったんですね。 ライトを持って恐る恐るこの地下に消えていくんですけど完全に姿が見えなくなって二人の声が聞こえなくなってしばらくしたらうわーって悲鳴が恐怖的なんですそれとも王さん顔面蒼白で四つん這いでもうガタガタ震えながら戻ってきたんです で、王さんのこの息子さんんののこ息子がねどうしたどうしたおやじどうしたって聞くと地下指さして「はっはっはっ」でも言葉にならない声を発してるんですただ戻ってきてるのは王さんだけなんです A さんが戻ってきてないんですで王さんの事情を聞いてもまともな返答全然返ってこないんです言葉になってないんですなので仕方なく王さんの息子さんが A さん探して地下に入ってったんですよすると またちょっと時間が経ったら「助けてくれ早く早く来てください!」で叫び声と,とともに A さんと息子さんが転がりこ転がるように戻ってきたんですでとにかく早く塞げってことで畳を乗せて入り口塞いだんですよすると恐怖なのか安心なのか分かりませんけど 王ささんんの息子さんもう気を失って倒れてしまったんですね。で急いで救急車を呼んで到着する頃には王さんも正気を取り戻していてで救急隊員に事情を話すんです。まあ、事情を話したといってもどういうふうな事情を話したかわからない、まあ、中に入ってて発狂したこういうことがあったみたいなものをと細かく話したのかどうかわかんないです。 ですけどある程度の事情を話して A さんが付き添いについて息子さん搬送されたんですね <laughs> しばらくもうどんだけの時間が経ったかわからないっておっしゃってましたが呆然と立ち尽くす一度残されたである程度落ち着きを取り戻して冷静になった O さんに 地下で何があったのか聞いたんですよすると王さんが恐怖を顔に浮かべながら語り始めたんです二人で階段を降りるとまたその地下ずっと進んでいく道があったそうなんですがその壁にビシでやっぱり鏡が張ってあったそうなんですね うわここに回わせ鏡でもすくんだ足を無理やり動かして進んでいくと6畳ほどの地下室が現れたんです先にで王さん曰くこの部屋が家のどの部屋よりも気持ちが悪いって言っていたそうですなぜかっていうと部屋の真ん中に祭壇のようなものが作られていて それを囲むかのように三面鏡が7台置かれてたそうなんですね。で中央の祭壇のようなものここに異様なもんが置かれてたんですよ。茶色っていうか赤紫というか小豆色というかうんどす黒い色に塗られた男性のマネキンの首がそこにポンって置かれてたんです。 そして部屋の奥には首のないマネキンが同じ小豆色に塗られて置かれてたしかも胸に包丁が刺さった状態だったんですよもう恐ろしい光景に足がすすくんでしまって動けないただ目はどうしてもそれらを追ってしまうんですすると何やら四角い小さな紙のようなものがマネキンの周りに散らばってる。 見てみるとこれ写真なんです。あ前日の記憶が蘇るんです。天井に貼ってあった写真。うわここにもこんな写真あるって思ってこの写真見るんですけど違うんですよ。昨日見た写真とは違うんです。構図は一緒なんです。なんですけど老夫婦が同じく三面鏡に写っている自撮りを撮ってるんですけど黒いローブに。 えー、顔白く塗って口だけ唇でも口先女のようにずーって塗ってもうなんて形容したらいいかわからないような姿をした老夫婦が写ってるんですよそして似たたっって笑って笑そうですう気持ち悪すぎるじゃないですか で二人でもうこれ戻ろう戻ろうもう無理無理無理した時にッッ液体が床に落ちるような音がするんですその音のする方え何って恐る恐る見てみると 首だけのマネキンの口から紫色の液体が床にうわって下立ってるんですうわーって大声あげて王さんの足元に小豆色のこのもやみたいなものがまとわりついて絶叫しながら刃ように地下から逃げたそうなんですねただ A さんを置き去りにしてしまったんですなので指さして「はあはあはあ」って叫んでたそうなんですねもう言葉にならなかった恐怖で 作業はまだ途中だったんですけど誰も続きをしようなんて人間はいませんなのでこれ A さんは一応もう付き添いで行ってるし O さんの息子さんも気を失って搬送されてるから話聞けなかったんですなんでもう誰も話すことなんてないわけですよ2日目の作業もうここで終わったんです もう林さんはもう何が何だか分からずもう一応2日間のね仕事はきっちりやってるんでバイト代をもらって家に帰ったんです家に帰ってもう変なことがもう昨日今日も何だったんだろうって思いながらその日寝たんですけど妙な夢見たんですよ のの夢っていうのがこれ丸いスライムのような形した小豆色した物体これ自分の家の中をこのスライムが這いずり回ってるんですってで何かを探すような感じでうろちょろうろちょろしてるんですでその物体が一通り家を徘徊した後に一言 ここには何もないや」って言って家から出てったんですもうそんな夢を見たんでちょっと胸騒ぎがしたんですね林さん中さんに連絡したそうなんですでこの胸騒ぎは的中したんですね中さん電話出なかったんです 1>, 1日経ってまた電話をかける2日経って電話をかける3日経っても電話取らないんですで4日後やっと連絡取れたんです中さん中さんどうしたのずっと電話してたのにんど,どうしたのどうしたの聞くとどうやら骨折していたそうなんですねで骨折で入院していたって言うんですよえ骨折え何があったの いや,いや起きたらさこの間仕事あの現場行ってで次の日起きたらさ骨折しててさえ原因は何なのいや分かんないんだよそれがしかも粉砕骨折だよ寝てるだけで粉砕骨折なんてするのそんなそんなことないと思うんだけどあいやでもさ 気持ち悪い夢見てさ中さんも変な夢見てたんですってえどんな夢夢の内容林さんとほぼ一緒なんですよただスライムのような形状のものではなくてはっきりと人型で部屋を徘徊したあと言 時計の代償はもらっったよて中さんの遺品の中から腕時計をもらっ,あのもらってったんですよ中さんは腕時計をでパッと目が覚めて変な夢見たなーと思って起きたら左上に激痛が走って動かないんですよでブランブランになってたんですねで慌ててタクシーに乗って病院行くとこう粉砕骨折してた原因は不明なんです でそれで手術やら何やらかんやらしてたんで連絡取れなかったそうなんですね。これやばいんじゃない物を持って帰った人って他にもいるよね。なんで中さんがね王さんに連絡取ったんですよ。すると社長の王さんそして王さんの息子さんで社員の A 君 B 君後に聞いたらこれ全員に何かが起こってたんですよ。 全員遺品から何かもらってる。でこの状況ですからもう行き着くところは一つですよね。もうお祓いしてもらおう。気休めでもいいからお祓いしてもらいましょうってことになったんですよ。で初日にいたあの山牛みたいな格好の人行ったって言いましたよね。でその方に相談してお祓いしてもらおうってなったんですよ。で林さん自身には何も起こってないんで。 いやー別に私何もないですから行きたくないですって言って気が済まなかったんですけど王さんが「俺が心配なんだよ」で全部火を出すから関係者全員行ってくれってかなり声を荒げてたんでもう仕方なく行くことになったんですよ。で遺品整理の日から約2週間ぐらい経った後に王さんの会社のマイクロバスに乗って2時間ほどかかる山の中の一軒家。 まあ、つくと初日にいた山伏のような方が出迎えてくれて家の中へ案内されるんです。で中にはなんか数人いて、まあ、どうやらこの山伏より力のある方なんだそうなんですね。どうやら聞くところによると。で林さんは、えー、とかあのその他全員が、まあ、横一列になって並ぶように指示されてで一番力のある方っていうのが何があったのか一人一人こう横に。 移動しながら聞いていてくんですで、一通り調子が終わってその方が口を開いたんです。あのの家では闇の儀式をっていうんです。<laughs> 闇の儀式もう林さんはじめそこに来た一度全員目丸くしてたんですよ。まあ、何かはもう間違いなく誰が見たって何かを行われていたであろうとは思っていましたけど。 闇の儀式でその儀式っていうのが家に鏡をびっしり張ってあったって言いましたけど本来鏡っていうのは邪気を払う力があるんだけれども合わせ鏡にすることでそういうものを引き寄せてしまうまあ、ちょいちょいなんかそんな話聞きますよねそれだけ合わせ鏡があった場所ですから相当悪いものがついていたんじゃないですかっていうんですでそして力のある方が見たところかなりまずい状況の方が3名 でそして今回何に会ってしまったけれども定賊の,のものがついている方が2名でそして害のない霊を連れているのが1名って言われたんですねでそれからそれぞれ悪いレベルごとに部屋を分けられてお祓いが行われたんですよでそれぞれお清めのような行為をしたんですけど林さん曰くそれからいろんな不幸に見舞われたんできっとこの儀式は失敗に終わったんだなと思いますそんなことをおっしゃってました ちなみに依頼をしてきた息子さん夫婦ですね一番最初12月27日に解体業の営む王さんに連絡をしてきたこの息子さん夫婦それ以来一切連絡取れなくなってしまったんですおそらく遺品を返せるても困るっていうことなのかと思うんですけど実際のところは今となっては分かりません という、えー、前半部分なんですがここまでは聞いていた話なんです最初に。でここまででこの林さんっていう方から話が終わってしばらく時間が経ったんです僕この時に「いやもしかしたらその方々とかにもいろいろ聞いてみたら何かしらわかるかもしんないですね」って僕言ってたんですね。 これ聞いてたそうなんですこれから、えー、解明編が始まります遺品整理後編でございますこういった出来事があってからしばらくして林さんまあ、中さんをはじめ、まあ、話を聞ける方々にこの林さんがねお話を聞いたんだそうなんです あの時何が起こってたのか今どうなっているのか全てではないかもしれませんがお聞きいただければと思いますこの出来事のきっかけである行方が分からなくなってしまった息子さん夫婦からこれ連絡があったのが12月27日先ほど言いましたけれども12月27日年の瀬ですよそもそもなぜこんな年の瀬に依頼をしてきたのか というのもこれ連絡してきた時点でかなり逼迫した状態だったそうなんですね。早急に対応してほしいんですけどって連絡があったんです。こんな感じで。で社長の O さんが何か裏があるんじゃないかって察したそうなんですよその時点で。この背だ年の背だし。でこんな時期に早急に対応してほしいっていう人には大体裏がある。長年の経験で分かってたんですよ。 なんで王さんでさ正直に息子さん夫婦にもし何かあるなら言ってください。で隠していることがあるんだったら後から判明した場合こちらとしてはもう途中で仕事をキャンセルせざるを得ないんですよ。そう正直に言ったんです。そこであの鏡やらの話をされて実際物件を確認して行ってあこれやばいなということであの山伏のような格好をした霊媒師に依頼したそうなんですね。 で年末年始だから料金も多めにかかってしまうし前金でっていう申し出にも息子さん夫婦了承したんで仕事受けるうことになったんですただ人手が足りないんで便利屋の中さんに連絡して林さんに白羽の矢が立ったんですよでそして遺品整理の初日前編でも話し,話しましたけどこの霊媒師がは家に入る前にちょっとした儀式を行ってから作業を開始したんですがその時点で 社員の A 君がズルズルズルと何か這うような変な音聞いてたそうなんですよ。ただ周りの反応を見てこの音俺が聞こえ俺、えー、俺だけが聞こえてるんじゃないか聞こえてるの自分だけだなって思ってあれここやばいんじゃないかなって思ったその A さんが A 君がね でそこで、えー、B 君に小声でなんかするような音しないって聞いたんです。そしたら B 君は B くんでいや、音は聞こえないけどさっきから鏡の中白いもんが出たり入ったり出たり入ったりしてるって言うんですよ。A さんも B さんも僕相当やばいってここでも確信してたそうなんですよ入った瞬間から。 ただこの家の放つねこの気味悪さから全員直ちに作業を終わらせたいがために作業自体はサックサック進んでいくんですよで。予想だにしていないものがワンサーが出て,くと、えー、出てきたこと以外は特に何もなかったんで A 君 B 君は、まあ、思ったほどでもないんじゃないかさっきあったのも気のせいじゃないかって多少抵抗はあったものの、まあ、大丈夫だろうという日を持って帰ったそうなんですよ。 で、二日目。ここで想定外のことが起こるんですよ。キッチンの地下室ですよね。これも全く何にも誰も聞いてなかったんです。ただ、ここまでやってるし、王さんとか社員とか業者側ですから、まあ、仕方がないんです。ここまでやっちゃったから。確認に行くわけですよね。中に入って王さんが絶叫して、四つん這いの状態で出てきたのは前編で話しましたけど、 ここに入ったた方があと2人いましたよね社長の王さんと一緒に入った A 君取り残された A 君と王さんの息子さん A 君を助けに行った王さんの息子さんですねこの2人に何があったのかまず A 君は王さんが出て行った後には腰を抜かして恐怖でもう号泣してたそうなんです下で。 でもなんとかここから出なければっていう思いで入りながら出口に向かってったそうなんですすると部屋の奥からああああ何かうめき声となんか張ってるような音が聞こえてくるんですもうなんだよパニックになってるその時に足をガッと何かにつかまれたんですよ で,でその掴まれた方の足見てみると首の取れたたマネキンだったそうなんですねそこで王さんの息子,が息子さんが降りてきて「大丈夫か?」って声かけるんです。で息子さんはというと A 君の状況を見てマネキンが倒れてきてこうなってるんだって思ってマネキンを思いっきりパーンって蹴飛ばしたんです。すると部屋の奥からあ部屋からさらに大きくうめき声とか生えずり声とか聞こえてくるもんですからもう息子さんもこれ大パニックなんです。 大声をうわー張り上げて A 君抱えるような形で地下から脱出したんですけど地上へ出るなり息子さんは気絶してしまって救急車運ばれることになって A 君は付き添いで一緒に病院行くことになった息子さんは病院で目を覚まして一通り検査を受けたんですけど、まあ、特に異常もなくその日うちに帰宅することができたんですね。 ただほんこの時に A 君と話してこれ何もう相当もうやばすぎるよねこれ遺品とかってもらえない方がいいんじゃないですかね返しましょうよということになったんですよただもう手遅れでした ここで誰が何を持ち帰ったかをまとめておきますね。で社長の O さんはブランド物の財布と金券、えー、で息子さんはカメラと PC で A さんは PC とカーナビで B 君、えー、A 君は PC とカーナビで B 君は新品の靴3足とテレビで中さんはロレックスの腕時計。 林さんは何も持って帰ってない。ですごい <laughs> すごいものあるでしょ,うちょありすぎるんですけどものすごいものがあるんです。でこれ全部持って帰ってるんですけどこのあとはここから夢の話になっていくんですけど忠さん。 先ほども話しましたけど夢見て目を覚ますと左上が謎の粉砕骨折だったんですけどこの夢全員見てるんですよね。でえみんなが何かしらが怒ってるんですけどまず最初え社長の見た夢なんですけどえ特に中さんとは違って目覚めてすぐに変異変はなかったんです。で問題は外に出てからだったんですね、え。ー この依頼があった家を解体するために車で移動してたんです。で、その移動中にトラックにドーンって後ろ追突されてしまったんですね。で、車の後部がぐちゃぐちゃになってしまったんですけど、まあ、軽いむち打ちで済んだそうなんです、社長。で、この社長の息子さん。 で同じく夢をを見て目を覚ますんです。するとどうも目がかすむんですね。でかなりこうそう景色がかすんで見えるで。どうしたんだろうなと思って鏡で自分の目を見てみると目の色が濁ってるんですよ。見たこともない目の色なんですね。 もう仕事もあるからとりあえず半休取って病院に行ってから階段に行くって言って家出たんですよで診断の結果白内障って言われたんですねでこのただ息子さんこれまだ20代前半なんですよ持病も何も持ってないはずの若い男性がある日突然白内障を患ってしまったもう考えられないそうなんですよお医者さんもびっくりしてたそうなんですね その後一応手術を受けて回復はしたそうです A 君同じく夢を見て目を覚ますと、えー、O さん社長の O さん同様目を覚ましてすぐの異変もなかったそうなんですけど出勤してすぐのこと階段を踏み外してしまって頭を10針ぬ大けがしたそうなんですそして左足の打撲 で、B 君。もうどういう夢がさめ夢から覚めてすぐの異変はない。で朝ごはんを買うためにコンビニへ向かって帰宅途中目の前から猛スピードで自転車がやってきてとっさに体をひねって避けたんですけどバランスを崩してしまって受け身が取れずに顔面から転倒したんです。で歯を3本折る。で肋骨にひび。遺品を持って帰った5人全員が。 がもしくは病気にかかってしまったんですね。でこれ大変だっていうことでここから前編のお祓いの話が出たんですね。でとりあえずお祓いは終わったんですがその後も解体作業で家に行かないといけない。で関わりを立っただけわけではないんですよ。行かないといけないんで。でその解体中のお話お分かりの通りこの家かなり広いんですよ。 こういうい間取りですからねかなり広い庭もあるしなんで、えー、庭の方にこう畑とかもあって腐葉土とかがこんもりしてるところもあったりとか柿の木とかザクロの木とかいろいろ植えてあるんですなんで一応解体チームと屋外チーム二つに分かれて作業してたんですねするとこうしばらくして屋外のチームが結層を変えて社長のところにやってきたんです 内容ってのがこの不要度をこんもり持ってたって言われるところからもうとんでもない数の骨が出てきたんです。尋常じゃない骨でどうやら人間ではない動物の骨なんです。もう異様なんですよ。 ボロ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 そこから出てくる骨が。他にも機械が壊れたり、怪我をする人間とか体調不良を訴える作業員が続出したんですね。で、今までの流れから、もうこれは大変だってことで、どうにかしよう。ただ、あの山伏みたいな霊媒師はもう役に立たないんです。もうこれ分かってるんです。もう役に立たない。こんだけ怒ってるんだから。 で王さんも業界が長いんで顔は広い方だから対処ができる人間を探すと同時に依頼主である息子さん夫婦に連絡を取ることにしたんですよ。でここで依頼主と連絡がつかなくなったことに気づいたんですね。でお金は前金でもらってはいるもののその他の出費もかさんでるしお払いだとかなんのいろんなことがでも相当頭にきてんだんですよ王さん。なんで更新状を使って息子さん夫婦を探すことにしたんです。 で、この時点で解体作業い一旦中止になったんですねでえー、ここからですねすごい展開ご知らない方はちょっと、えー、気を引き締めて聞いてくださいもうぶっ飛んでいきますえー、いろいろと並行して進んでたんですけど えー、こ,のこの状況をどうにかしないといけないということと、えー、息子さん夫婦を探すっていうこと先に見つかったのは霊媒師の方だったんですこの状況を打破するっていうために探していた霊媒師の方この方日本の方なんですけど拠点を中国に移している方で、えー、国家国家レベルの依頼も来るすごい人なんだそうなんですようわーもうすごいですね何それなりますけど その方に、まず写真と動画を送ってほしいと言われたために、えー、言われた通り、写真と動画を送ったんですで。その動画と写真を見た霊媒師の方が、これはかなりまずい案件だと思います。すぐそちらに伺いますんで、空港まで迎えに来てくださいで。すぐに対応してくれたこの霊媒師の方。な,なんと翌日来てくれたそうなんですね。早っ。早いんですけど、相当早い。翌日、中国から。 で空港から解体現場で向かう途中この場所について話してくれたそうなんですね、えー、これは完全に呪術ですそれも中国の南部、えー、それもごくわずかしか知らないものでもともとは古代のインドから伝わったものだと思いますでこれは人形を使って行われる呪術で人型に近いほど効力があるそして色 えー、色によっても効果が違うんです青青色は自己関連が起こったりえ赤関連は主に病気だとかで白は精神を蝕ばんだり黒は霊的なもので人を呪ったりえ紫とか小豆色茶色っぽい色は集団で呪うっていう意味だそうなんですね。 なんで物に呪いをかけることにより集団を呪ったんではないかだから遺品を持って帰った人間に起こった出来事ってそういうことなんだろう分かりようがないじゃないですかもうトラップですよねそしてマネキンの首と胴体と包丁なんですけど胴体の胸に包丁を刺すことによって力を増すことができる増幅させることができる でさらに首を鏡で囲うことによってさらに増幅させることができるでもなぜこんな術を知っていたかなぜこれほどまでの受走をかけたかはわかりませんがそこ知れない憎しみから生まれたもんじゃないとこんなことできないですよねただこの霊媒師の方にもわからないことがあったそうです それが写真と写真というのがあの三面鏡の写真ですね。と庭から出てきた骨。これ一切わからないそうなんですよ。もしかしたらまた別の柔術的なようなものかもしれませんが僕にはわからないです。ただ払えますって断言したんですよ。わかんないですけど。 ん <laughs> ってなるけど車の中でこんな話してるといつの間にか現場に到着してたんですねですでどういうお祓いをしたのかは詳しくは話せないということだったんで聞いてないんですが言える範囲で言うと変な粉を飲まされた。 でそれから霊媒師の方がリト、えー、の,のような何かお経なのか分かりませんけども何かを唱えている最中粉を飲んだ人たちが嘔吐し始めたでその吐砂物真っ黒だったんですってだけど何の匂いもしなかったでお吐した人は社長の王さんで王さんの息子さんたち頂上が重かった方々で、えー、重かった方は軽くなって でまあ霊媒師曰くこれでこの方々大丈夫ですで翌日王さんと霊媒師の方二人で現場に行くことになったんですねで地下の対処をするために霊媒師の方がもし日が沈むまでに出てこなかったらちょっと来てくださいと言って地下にスーッと降りてたんです一人で なんかすすごいですよねこれ <laughs> 映画ってなりますけど1時間経って2時間経って3時間ほど経ってから霊媒師の方が出てきたんですよ戻ってきたんですねでかなり体力消耗してる様子で何をしたのか分かりませんけどもう大丈夫ですということだったんです,でことだったんですねでちょっと、えー、疲労困憊してるこの、まあ、霊媒師の方が では、えー、次に骨が出てきたところを案内してください」って言うんで案内するとここには特に何もないですで動物を使って呪術的にどうこうした感じも虐待をしていたというわけでもなさそうですって言うんですだけど、まあ、一応ねお寺さんとかで供養をした方がいいんではないかっていうのでう全て掘り出して供養したそうですでそれから今までの出来事は 夢か何だったかもう嘘だったかのように一切何も起こらずに解体作業はスムーズに進んでって更地にすることができたそうなんですよ解体はできたですけどもう一つ息子さん夫婦の行方なんですよ解体作業が終わってほどなくして更新所から「見つかりました」って連絡が来たんですよ でそして王さんは愛う約束をして会うことができたんです起こった出来事を全てぶつけたんです私たちには知る権利がありますよねこんなことまであったんですからこんなことがあったんで私たちは知る権利がありますすると息子さん夫婦が重い口を開いてなぜあの家があんなことになってしまったかっていうのを 語り始めたんですえー、ここからかなり胸くそになっていきますきっかけっていうのが、まあ、よくある話なんですよね、えー、ご近所トラブルだったそうです悠々自適な老後を過ごすために、まあ、都会から田舎に引っ越してきたで初めの頃は、まあ、地域 の方々とかにも歓迎されて何の問題もなく過ごしてたんですよほこびが生じ始めたのは些細なことだったんですというのが田舎の地域には共同アンテナっていうのがあるそうなんですよテレビえテレビの電波受信の強度が弱い地域でテレビの視聴を補助するためのアンテナ ってのがあってそれに入るとテレビが見れるそうなんですけどこのための費用が25万円するんですって。で年間契約費が2万円。でアンテナ場所の草むしりとかいろんなこととかそのお手伝いのようなものが条件で入れるそうなんですね。でこの地域は全員これに入ってるからお宅も入ってねって言われたんですけどもう。 都会のね生活もなかったしバリッバリ仕事してたんでそんなもの入らなくてもネットの回線とかそういったようなもので入れるから別にいいんじゃないってそんなの使わなくても見れるよねってことで夫婦と相談してこの共同アンテナには入らなかったそうなんですよ。これを見て面白くないのがこの土地の住民ですよね。 でこの住民たちと関係がどんどんぎこちなくなっていったんです。とはいえ、ですよ、ご近所づけはありますから、近隣の方を家に招いてお茶会とかしたりするんですよ。すると、招かれたお客さんがね、家にあるものを見て、いや、まるさんの家いいわね。さすがね、お金持ちね。こんないいものを置いてるんだ。売ってよ。 とか招かれた他の方にも聞こえるようにいやあみんなこと言い始めるんですよ。売ってくれって言われてもね。売ってくれっていうな言葉は言葉ですけど口ぶりからは「ちょうだい」って言ってるようなもんだろうと。でそこをそれまでにもちょっとしたこう駆け口とはあったんでしょうけど。 断ったら何を言われるかわからないって思ったこの老夫婦がね「いいよいいよあげるよ」と言ってしまったんですよ。でそれからそれをいいことに嫌がらせどん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 エスカレートしていったんですね。でさすがに高価なものとかをねだられると「あそれあの息子からもらったもんだから」って断るんですけどいつの間にか。 そういっったもんがなくなくてるんです盗まれるようになったんです、まあ、ここまで来ると嫌がらせの域を超えてもうおもはや犯罪じゃないですかただこの時点でそれを断言するのはいかがなものかもしかしたら本当に自分が紛失しただけかもしれないしかしものはなくなっていく今だけでなく自質とか寝室のものもなくなってってるんですね でもまさかそんなことはしないだろうでもって当時疑いたくない優しいご夫婦の葛藤があったっていうのを聞いたそうですそんな中でもこの老夫婦にも一人すごい仲のいい方がいてこのご夫婦がその方に相談したそうなんですねあの あんまりね言いたくないんだけど最近家のものがよくなくなるんだよねってでもここからは最悪の事態が起こるんですけどこの方唯一の一人仲いい方って思ってたんですけどこの方首謀者のスパイだったそうでつながってたんですよでこの話が本人に伝わっておいおい俺た泥棒かよ ひでえよな、都会もんは、田舎もん見下すのかって本性を表したんですよ。で、ここで駐在の方に相談に行くんですけど、これ駐在の方、これ警察ですよ。警察の人間なんですけど、相談したら、あなたに火はなかったんですかって言われる始末なんですね。もう警察にも見放されてしまって、もう完全にその土地で孤立してしまったんです。この老夫婦が。 そして間髪入れずに明確な嫌がらせが始まったんですゴミを出すと袋が破かれてしまい散乱してたりだとか動物の遺体が投げ込まれるようになったんですねでこの動物投げ込まれる動物の遺体っていうのがもうこれとんでもない数だったそうなんですねでこの動物が埋められていたのが庭から出てきた動物の骨だったそうなんですね 老夫婦ちゃんと家の庭に埋葬してたんですよそれがそれそのちょっとこんもりとした腐葉土になってたところっていうそんなことが続いて確実にそれが原因だと思うんですけど奥さん精神病んでしまって亡くなってしまったんですねで そこで旦那さんが取った行動それが復讐なんですよ呪術の本などをね集めて家があの形になってったそうなんです地下の部屋なんですけどもともと備蓄倉庫だったそうでそれを改造してあの祭壇が生まれた信じられませんけど旦那さんがこの状態の中 近隣住民たちはっていうとさすがにまずいと思ったのか中を修復しようとすり寄り始めたそうなんですね。で旦那さんも住民たちをまた家に迎え入れるようになったそうなんですよ。ただこう手癖っていうものは治るもんじゃないようでこう信じられないんですけどまた家のもんがなくなるんですよこの状況で。 しかしこれ旦那さん見越してたのか呪術はこの家のものにかかっていたようなんですよねやっぱりねこの前の話からも推察されると思いますけどで盗んだ人間たちが事故とか病気にかかっていくんです。で依頼主は、えー、依頼主の方はこの時の父親のね言動や状況を見て「もうこんなことやめろよ」って。 こんなことしたってしょうがないじゃないかもうこっち帰ってこいよって諭してたそうなんですでも無理ですよね奥さん亡くなってるんですからいや無理だ俺は女房を殺されてんだ俺はまだまだやるその結果奥さんが亡くなってから2年後旦那さんは交通事故で亡くなったそうですそれから息子さん夫婦 はもうこの家どうにかしないとということで2018年の12月27日この解体業者つまり王さんの、えー、業者へ連絡した日につながっていくんですね。であくまでもこ推察なんですけど奥さんが亡くなった後近隣住民たちがすり寄ってきたのではなくて。 俺、旦那さんから誘ったんじゃないかなって思うんですよね。で物を持っていくように仕向けたんじゃないか。気づいた方もいるかもしれないですけどこの方は2人なんですよそもそもね。で奥さんが亡くなってからは1人なんですよ。 高級時計、PC がいくつもあって靴があってでカメラがあってテレビがあってそんな一人暮らしの奥さんをく、奥さんが亡くなってしまってそんな状態の中なんでこんなものを買い揃える必要があるのか餌ですよね 僕はそういうふうに思ってしまうんですけど実際にこんなことがね今話した出来事っていうのが本当に起こったのかちょっとにわかには信じがたいんですけど関東近辺、えー、場所あるとちょっと聞いたんですけど僕は、えー、本当に実際に起こった出来事だそうです以上。 遺品整理というお話でございましたありがとうございます